大菅安孝は戦国時代の武将。徳川氏の家臣。専用寺の大菅家の墓。右が安孝、左は養子、忠政の墓。静岡県指定史跡。大永7年三河額田郡道村に大菅正綱の子として生まれる。はじめ娘婿の榊原康政と共に酒井忠敬に仕えていたが、忠敬が徳川家康に反旗を翻すと、これに従わずに康政と共に家康に仕えるようになる。その後は旗本選定役として活躍した。天正元年に遠州馬、福塚城を武田軍の侵攻から守り切った。天正2年、高天神城籠城戦では、城将の小笠原信興らと共に2ヶ月間、籠城するも、家康からの援軍が期待できずに小笠原は海上降伏した。敵将の武田勝頼は城兵を寛大に扱い、徳川への帰還を希望する者の身柄はそのままに解放した。安孝は徳川への帰還を希望したが、直後に高天神城の抑えの最前線である馬伏塚城を与えられ、さらに高天神城を奪還しやすい位置に、天正6年に横須賀城を築き始めた。この頃、対武田氏の最前線の安孝には、渥美克義、坂部弘勝、久世弘信らの同じく先の海上の際の帰還組の将が与力として配属され、彼らは安孝の暦線に従い、横須賀衆、または横須賀七人衆としてその功を歌われた。天正6年に、甥の大菅弥吉が高天神城攻略で抜け駆け行為をしたため、逆鱗に触れた家康から切腹を申し付けられる事件があった。天正6年8月、徳川勢が高天神城下に放火を行い、城からは武田勢が打って出てきたために合戦となった。この際、横須賀衆が活躍した。翌9月に武田勝頼が高天神城への輸送目的に進出してきたため、家康と松平信康らが馬伏塚城に入城。武田勢は小笠原信興を先鋒として横須賀城に攻め寄せたが、この際も横須賀七人衆の渥美源五郎が一番師を挙げた。天正7年にも高天神城下に侵入した旗を焼いて回り、武田方の城兵と大須賀勢が交戦した。この時も横須賀衆は子宮57を取り、家康から称賛されている。このように、大須賀勢は、主に高天神城と、その補給路である小山城の輸送路を妨害する行為を続けた。天正8年、横須賀城が完成した。これと、並行して家康は高天神城を包囲するように、複数の砦を築いており、7月に家康が3000の兵を率いて、横須賀城に入り、各砦に7000の兵を配置したことにより、高天神城は孤立無援となった。安孝以下横須賀衆750人は、対高天神城の主力として、中村砦を、さらに比嘉、峰砦、獅子ヶ花砦を守備し、引き続き高天神城への補給路を遮断した。10月、安孝ら徳川勢は、兵5000で城を囲む、完全包囲の陣を敷き、これまでも、補給のうまくいっていなかった高天神城は飢餓に苦しみ、将兵は続々と倒れていった。翌天正9年3月22日夜、生存していた将兵は、上将の岡部元信と共に、健康一滴の突撃を敢行した。安孝ら大須賀勢もこれを迎え撃ち、横須賀七人衆の久世弘信は打ち合う剣の火花で、敵味方の顔を区別した、と伝わる。岡部ら城方は壊滅し、これにより、高天神城は落城した。安孝は一連の高天神城の戦いの手柄を認められて、天正10年、家康から松平の名字を与えられた。その後も横須賀城を守り、本能寺の変後の武田医療をめぐる天正神後の乱においては、曽根正代、岡部正綱と共に先鋒隊として派遣され、武田維新や、近隣の有力寺社に対して所領の安堵を行っている。天正12年の小牧、長久手の戦いにも先鋒として参加し、羽柴新吉軍を追い詰めたが、堀秀政の反撃を受けて敗れた。天正13年の真田昌幸攻めでは、苦戦する味方の救援に井伊直政と共に派遣された。天正17年6月23日、領内の専用寺に参詣した際、急に発病し死去。享年63。子嗣がなかったため、榊原康政に死わせた娘が産んだ忠政を養子に迎えて跡継ぎとした。これとは別に康隆には、信孝という実子があったが、仏門に入り、慶長8年に城下に善福寺を開山した。墓所は死の地となった専用寺。後継の忠政の墓と並んである。徳川氏の家臣においては新参にもかかわらず、家中において重度の武功を挙げたことから、徳川20将の一人として数えられる。他の家臣らより早期に死亡したこと、大菅氏が後に榊原氏に吸収されたこともあり、大菅氏及び康隆の事績は後世においてあまり目立つ話とされないが、実際は徳川四天王や大久保忠世、鳥居元忠らに匹敵する武功を挙げた人物である。ありがとうございます。